皆さん、こんにちは。落語でおなじみの林家たい平さん、林家たい平が笑点卒業の真相、介護生活の現在について紹介します。まずは林家たい平さんの経歴とプロフィールから紹介します。林家たい平は日本の落語家、タレント、埼玉県秩父市出身、落語協会所属。所属事務所は株式会社オフィス B1、 武蔵野美術大学客員教授、本名は田近明。演芸番組『笑点』の大切りメンバー。出囃子はうぎっちょ、縄文は花火師。趣味はゴルフ。秩父市立花の木小学校、秩父市立秩父第二中学校、埼玉県立秩父高等学校を経て、1987年に武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科卒業。大学の先輩に六代目柳屋鍔女がいる。大学2年の時には石川英介に学んだ。2004年12月26日、放送分より今平の代役として『笑点』の大喜利に出演。三遊亭小遊三以来21年ぶりの新顔で、若手大喜利出身メンバーでは古今丁長寺以来24年ぶりの新顔である。2006年今平の降板に伴い、5月21日放送分より『笑点』大喜利のレギュラーメンバーに昇格。2008年平成19年度芸術選奨大衆芸能部門文部科学大臣新人賞を受賞。2014年6月、落語協会理事に就任。2016年5月29日放送の『笑点』にて、同年の『24時間テレビ39愛は地球を救う』のチャリティーマラソンランナーを務めることが発表され、同年8月28日には3ヶ月前に『笑点』の司会から勇退した桂歌丸の本名椎名岩尾にかけて、設定された105km の道のりを完走した。放送直後の「行列のできる法律相談所」に生出演した際には、マラソンに備えて体重を 10kg 落としたことなど裏話を語ったほか、自身が大ファンという女子プロテニス選手の伊達公子や特撮テレビヒーローのミラーマンがご褒美ゲストとして駆けつけ、たい平へのプレゼントをそれぞれ手渡した。これ以降はマラソンを新たに趣味としており、地方で行われるマラソン大会にも何度か出場している。落語家の林家木久扇が1日放送の日本テレビ系『笑点』に出演し、大喜利からの卒業をネタにされる一幕があった。8月に放送された『24時間テレビ』の番組内で、私林家木久扇は来年の3月をもって『笑点』を卒業したいと思いますと発表。どういうことかというと、芸というものは次の世代にバトンタッチしなくてはいけません。私の座布団の芸も新しい人にバトンタッチしますと理由を説明していた。この日の大喜利では、未知の生物探検隊がテーマの一つに、林家たい平からは子泣きじじいを発見しました、すごい泣いてます、黄色い着物を着て3月31日に辞めるなんて言わなければよかったと言ってますと、自分を未知の生物に仕立て上げられ、いじられた。すると木久扇は泣き真似をしながら、辞めるなんて言わないで、ずっと稼ぎたかったとこぼした。たい平から子供が聞いてるからとたしなめられると、出演したかった子供が聞いてるからと言い直し、客席の笑いを誘った。勇退まであと6ヶ月。 SNS では、木久扇を辞めないで、今から辞めるの撤回しても良いんですよ、木久扇師匠、笑点勇退を公開 W と様々な声が上がっていた。落語家林家三平、2021年12月が26日日本テレビ系笑点に出演し、約5年半勤めた大喜利レギュラーメンバーを卒業した。師匠らは冒頭の挨拶で見平にかけて花向けの言葉を送ったが、林家たい平からは、5年半でしたけど僕にできないような偉業を残していった、日本中が知っているギャグを作ったよね、三亀です、あこれ君のじゃないんだといじられ、たじたじに。最後の挨拶では、諸先輩方本当にありがとうございました、そしてスタッフの皆さん本当にありがとうございました、何よりも大切なテレビの前の皆さん本当に5年半お世話になりましたと感謝を述べ、この三平、これから武者修行に出かけて立派な体になって戻ってきます、そうなりたいと思っています、今後とも
どうぞよろしくお願いします。それでは行ってまいります。と頭を下げた三平は2016年5月から大喜利レギュラーメンバーとして加入。今月19日の放送で、私二代目三平は今年をもって一旦笑点から離れ、その気持ちを決意しましたと宣言し、卒業理由について、この5年半一度も座布団10枚を取ったことがありません、ですから表に出て自分のスキルを上げて、また座布団10枚を獲得するためにも勉強し直してまいりますと説明していた落語家林家たい平が、20日都内で開催されたシニアライフセミナーで講演を行った。たい平の両親は介護施設に入居しているが、10年前に免許返納で父親は大喧嘩した。説得を重ねて返納してもらった。日本テレビ系笑点にレギュラー出演しているが、いつもおじいちゃんと接しているので介護は上手になった。特技は入院、趣味は退院という歌丸師匠の音頭で、笑点メンバーで人間ドックに行ったこともあるんです。高齢化社会に笑顔でいることの大切さを強調した。笑顔があふれる生活は人生を豊かにしてくれる。笑顔になると生きている感覚があふれてくるし、一つの笑顔が周りに笑顔を広げてくれると話した。介護の現場ではアクティブシニア層の活躍に期待が高まっていることをご存知でしょうか。仕事をリタイアした後にも地域や他の人のために何かをしたいと考えるシニアが介護の現場で働くことは、人生の先輩として若手の介護職の良い相談相手になる。介護される側の方々と年代が近いことが多いため、会話の中で共感しやすいなど、豊富な経験値を発揮できる可能性がある。ところが介護の資格や経験がないからといった理由で介護の現場に携わることをためらう方も多いかもしれません。実は介護の現場では資格が必要な業務以外にも、掃除や食事の配膳、利用者の見守りといった周辺業務と言われるものがある。利用者と軽い運動やレクリエーションを行ったり、利用者の話に耳を傾けたり、コミュニケーションを取ることも該当する。実は普段の家事の経験や日常のコミュニケーションを生かすことで介護現場で活躍することもできるのだ。家族は同年齢である。妻の田地家近と二男一女、長男の咲太郎は2019年3月に太平の元に弟子入りし、林家作平の講座名を授け、2020年9月に落語協会前座となった。妻の千佳は仙台市出身で、太平と結婚する前はリクルートに勤務しており、一時はフリーアナウンサーを務めていたこともある。笑点の大喜利などでもたびたび名前が出ており、前司会社桂歌丸の妻である椎名藤子を上回る共催として紹介されている。一方太平は、笑点って千佳は誰に対しても怖いわけではないと述べている。東日本大震災では千佳の叔父が亡くなったこともあり、太平は宮城県で慰問を兼ねた救援活動を行っている。千佳は笑点って名が知れてしまったこともあり、2010年12月に夫が公式ブログを開設しているアメーバブログで個人ブログを始めた。笑点でも東日本大震災から半年後の2011年9月11日に笑点がやってきたという宮城県石巻市の復興特集を行ったことがあり、石巻市立大街道小学校での収録を太平自身も聞く王春風亭昇太、山田隆夫とともに参加した。太平は自身の私邸を新築するときに自ら希望していろり部屋をこしらえた。そのいろりを囲んで子どもたちと会話する時間を大切にしているという。毎週日曜朝8時放送している林家たい平対案吉日お頭付き、アシスタントの坂口亜美だ。5月7日の放送は太平さんをタイパパと慕うアンジェリーナさんをゲストにお迎えした。今年2月頃に文化放送で初めて挨拶したという太平さんとアンジー、そこから一気に距離が縮まり、アンジーの番組に太平さんがゲスト出演し、その後飲みに行ったとのこと。アンジーが心細い時に太平さんが電話をした話など、心温まるエピソードを伺いた。さらにここ最近番組内でおなじみのヤギのモノマネも披露してくださいました。娘みたいというアンジーの登場に太平さんも終始嬉しそうでした。
最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。